はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。サニーレタスとね、ネギの中耕やります。特にね、サニーレタスはまあもうちょっと余裕あるんですが、ネギの土を寄せをやって裏側ですね、反対側は背中側は、まだ土寄せできませんので、ちょっと雑草生えてきちゃいました。そこをね、主に重点に、中耕したいと思います。
はい、サニーレタスとね、ネギの中耕終了です。サニーレタスはね、もう真ん中の芽がね、動き始まったんで、もうすぐ大きくなっちゃうのかなと思ったんですけどね、意外に大きくならないですね。ですから生育適温が、私がイメージした温度よりっていうか、今頃の気候よりももうちょっと暖かくならないと動かないのかな。この辺なんか結構、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、真ん中の葉っぱがね、こう緑色になってきて、大きくなるのかなと思ったんですけどね、意外にダメですね。はい、そういうことで、まあ、いずれにしても根っこはついてますんで、ちょっと待ってればね、食べられるように なるのかなと。で、今何メーターぐらいあるだろう。25メーターの、20メーター40メーターぐらいはあるでしょうね、少なくともね。40メーターぐらいの畝があるんで、これ全部食べきんのっていう話ですけどね、これが大きくなった時にね。まあ、その時は。ごめんなさい。まあその時はね、近所に大盤振る舞いしちゃいましょう。はい、そういうことでね、サニーレタスとネギの中耕ですね、除草を兼ねた中耕終了になります。はい、お付き合いありがとうございました。